こんにちは、カンヌです。今日もですね、オリジナルで手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですねしていきたいと思います。今日はですね、お祭りですね、お祭りなんかに欠かせない手ぬぐい、どのように作ったらいいんだろうということをよくご相談を受けます。ただやっぱりあんまりね、お金は予算的なこともあってあんまりかけたくないんですよということで、いうことなんですけども、やっぱりね、これはね、制作枚数ですね。制作枚数と仕様によって値段変わってきます。で、どのような仕様になったら高くなるとか、どのようになったら安くできるとかいうのは、その、デザインによって全然変わってくるんですね、やり方が。なのでその辺ですね、まずはご相談いただいて、こんなデザインをここに配置したいんですけども、まあ前面に色をつけてやりたいんですけどもどうですかとか、そういったこの方法が一番安くできます、早くできますとかね、いろんなその条件があると思うんで、その辺をまずご相談いただいて、そこからですね、作る、まあ、工程、あと、まあ、納期とか、色とか、どのように包装するかとか、袋入れするとかしなくていいとか、いろんなことが出てくると思います。全部相談していただいたら、我々慣れてますのでね、その辺簡単にできます。心配しないでかけてみてください。よろしくお願いいたします。